準決勝で敗退となりました平田橋本君のインタビューを行います。まず試合を振り返って戦い方等についてお一人ずつ一言ずつお願いします。昨日までは結構そのネット前とかにかわせるプレーとか相手を見るプレーができてたんですけど、今日は先に相手に高いところで取られて、もう自分らのペースが全然つかめなくて、結局ミスばっかして、もうちょっと力の差をつけられたみたいな今日は試合でした。今日はダメだったんですけど、ジャパンオープンでベスト4入るのも初めてだったし、スーパーシリーズでベスト4に入るのも久しぶりだったんで、結構雰囲気も違うなと久しぶりになんか実感して、あんな舞台になったから嬉しかったです。試合ちょっと点差離れたところがあるんですけども、どこいだ、自分たちの範囲というかね、相手のどういうところがすごかったのか、もう一言です。ほとんどサーブから3球目ぐらいで自分らが不利なところから打つ場面が多かったので、もう本当ネット前の細かいプレーとかそういうところの差が大きい。世界ランク1番なんで、すごいやつなんだ。はい、それでは質問を受けたりします。媒体面とお名前をお話しで質問をお願いします。どなたがいらっしゃいますか。最近あまり結果が残せてなかったと思うんですけど、今回は昨年の結果も上回ってスタッフですけど、浮上のきっかけになりそうですか。昨日おとといとランキング上の相手にすごい自分たちの前やってたようなすごい寝転びというかかわせるプレーが出て2日間やってたので、そこはすごい自信になりました。浮上できると思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。よかった、よろしいですかね。はい、それでは平田橋本選手の記者会見を終わりにします。どうもご苦労様でした。